私の主十字架の上痛みの中キリストは祈られました私のためあなたのためキリストはすべてをかけて許しましたイエス様あなたは喜んで捧げ尽くしイエス様あなたは喜んで命を与え誰よりも誰よりも私の救いを喜んでくださる私の主イエス様あなたは喜んでイエス様あなたは喜んで捧げ尽くしイエス様あなたは救いを喜んでくださる私の主私の主私の主もう一度私の主私の主じゃあ最初の方になります、36番これはあの CD に入ってますね CD って何枚出したんでしたっけ3枚です3枚ですね、よくできました、はい、もうあの250回ぐらい聞かれてるんですか、みんなが覚えるようにと思ってねわざと言ってるんですけどね3だよ3 3しかないですか、これ何枚目ですかさあそれは知りません36番戦いを捨てて、あれ2枚目だった2枚目ですかはい1,2,3 主イエスの御顔を拝しその御言葉を聞き心安らかに今光光の中を進む
じゃあもう一度歌いましょう。頭から。主イエスの御顔を拝し、その御言葉を聞き、心安どう、最近の曲です。194番。これは何今こ、うん、でも去年ですね。去年です。ああ、2年前、あ、2年前か。13年、2013年の10月、神の愛、巫女なるイエス、194番。87番、大きな愛に感謝します。
今日も連絡ちょっと暑いかなみたいな感じですね。父なる神様、イエス様の十字架はあなたの愛の証です。私のようなものを命をかけ愛に感謝します。大きな大きな愛に感謝します。私はあなたを礼拝します。入っていますけれども、いろいろなことで忙しい時期だと思いますが、今日もお集まりください本当にありがとうございます。それからユーストリームをね、見てくださってる方々もおられると思いますけど、こんばんは。さ、世界中に映ってるから、ね、はい、世界中ですね。まあいいんじゃないかなと思ってますけど、まあいいですね、はいはい。本当にようこそということでですね、はい、ちょっと挨拶の時間を持ちたいんですけれども、この歌声ペトラの中ではいてくれてありがとうございますとか、来てくれてありがとうございますと、もうみんな主催者のような顔でですね挨拶をすることになってるんですけど、よろしくお願いします。こっちからも出ていきますので、よろしくお願いします。ちょっと立っていただけますかね。よろしくお願いします。でカメラの前に立ったらですね手を振ったりなんかして。じゃあ、ちょっと挨拶の時を持ちたいと思います。よろしくお願いします。来てくださってありがとうございます。
さあそれじゃあそろそろちょっと お席にお着きください。いられるという、挨拶がいくらでも続くような感じになってきますね、しかしプログラムは進めていかなければならないわけですが、ね、試される時がやってまいりましたよ。試される時、先月の歌、あ、先月の歌ね、覚えていますか。知らない方はしょうがないですけどね、先月来られた方は、あなたの出番です。どんどん追い込んでますね。しっかり歌ってください。この今日もそうですけどね、最近なんか作曲者は若返りましてね、若返る、なんだか知らないけどこう調子のいい曲を作り始めました。なんか調子のいい、あなたに調子のいいって言われると意味が違う感じがしちゃう。クレイジーカッツの人みたいな感じがする。調子ですよ、いわゆる、いわゆる調子ですよ。千葉の外れ、あれがいい。いいえ、210番天の下のすべての、これなかなかいいですからね、歌ってください。全ての出来事には全てどんなことにも時が定められています。生まれて死ぬ時まで、泣く時笑う時も、癒しを味わう命決まっている。ワン、ツー。天の下のすべての出来事にはすべて、どんなことにも時が定められています。求めて失うまで愛して。1番からもう一回歌いましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。天の下のすべての出来事にはすべて、どんなことにも時が定められています。生まれて死ぬ時まで、泣く時笑う時も、どんなことにも神の時がいつも決まっている。2番、ワン、ツー。天の下のすべての
出来事にはすべてどんなことにも時が定められています。求めて失うまで愛して傷つけられないだろう。こらえて耐えると希望。天の下のすべての出来事にはすべてどんなことにも神の時がいつも決まっていて、天の下のすべてのどんなことにも神の時がいつも決まっていて、天の下のすべての出来事にはすべてどんなことにも神の時がいつも決まって、天の下のすべての出来事にはすべてどんなことにも神の時がいつも決まっている。それでは今日もこの辺で。今月の新曲を覚えちゃおうのお時間がやってまいりました。なぜかエコーがかかってましたね。エコーをかけて今度は練習しましょう。何を言ってるんだ、いつもかかってるよ。何を言ってるんだかよく分かる。今月の新曲ですよ。毎回新しい曲やるんですね。僕ら歌い慣れておりません。さっき初めて聞いて初めて歌った曲です。ですから皆さんも一緒に覚えることができます。211番、ひたすら主に。これも調子がいいですよ、かなり。調子っていうのはちょっと引っかかるんだけど。いや、音楽には調があるじゃないですか。C 調とかね。それも引っかかる。あ、それ引っかかりますか。C 調ってのやめる。あ、そうですか。まあ、調子っていうのはあるんですよ。いいグルーヴがあるとか。調調とか、え？なんか。あ、いいグルーヴ。いいグルーヴ感だなと。ああ。昔のバンドマンだからさ、まあ、グル昔のバンドマンだから最近はちゃん調子いいねみたいな。まあね、まあいいか、やりましょう。211番、あ、そう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 、これはあ、まずですね、歌詞をねちょっと味わってください。朗読シスターズっていうのが後ろに控えておりますから、読んでいただきたいと思います。ひたすら主に。命あるこのひととき、集い合うこのとき、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる、賛美の中、命の主、今我らに生きる道教える。御言葉は我が灯火、主に学ぶひたすら、いつも共に主はおられる、心の中。ワン、ツー、ワン、ツー。命あるこのひととき、集いあるこの時、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに
共に主はおられる。賛美の中命あしゅ今我らに生きる道教える。御言葉は我が灯火、主に学ぶひたすら、いつも共に主はおられる。という歌でございます。じゃあまずはね、その作曲者から作曲者から一言いただきたいと思うんですね。あなたは一体何を考えてこのメロディーを作ったのか、どういうふうにしたくってこのメロディーを作ったのか、ひとまず調子のいい歌を作りたくてそれは成功しましたか。どうでちょう何をやって何それどうでちょう。とりあえず210番が今流行りのオミットサンドでこれで始まってやりましたん で、はいはい、であれの続きあれが終わるじゃないですか、うんうん、さあ皆さんさらに一緒に歌いましょう。感じで、あのね、僕的に言うとね、はい、前月の210番はその割とちょっとラップ風じゃないですか、ね、こうやってよかったラップって言ってくれてありがとう。首がちょっとトニータニーって言われたらどうしようと思って、ですごい遅れて笑った人がいる。これ現代ですよ、はい、でその210番は現代、20番は現代ですよ、はい、でこっちのね調子良さはね、私たちおじさんのものですね。これ E マイナーが出てくるからね。そうなんかもうだからね、本当はねこれ70年代のロックみたいな感じがしますね。そういうのが出てくるからね。そういう機会もあってずっと繰り返そうと思ったんですよ。でもあまりにもその辺にありそうだからやめた。あ、そうですね。それで思い切ってタラララにするか、タラララタラララが結構悩んだんだよね。結構それで表情が違うんだよ。でもタラララって意外とありそうでないから。ん？え？あなた見てるとこ違うね。その段の終わり終わり。あ、こっちか。こっちこっち。なるほどね。ということで、とりあえず今回もギターで弾く人は。この一弦の3フレットは何があっても離さない。ここはずっとそこはやってる。まあそういう意味ではなんか共通してるのかもしれないですけどね。ということでよろしくお願いします。そうそう、同じだから僕が言いたかったのは、同じ調子良さの中に年代はかなり飛びましたねと、そういうことをちょっとね、まあ、言いたかったんですけど。そうですね、まあそれはどちらかというと、うん、否定的な感想ですか。そうだ、いやそんなことない。違う世代が同じ調子良さで、共に喜びましょう。そういう感じですね。はい、じゃあ211番、そしたらまずじゃあこれに言葉をつけたんですよね。そうそう、最初にこのメロディーがあってね、うん、このところさ、最近ずっと、はい、先にメロディーが私の送られてきて、うん、それに言葉をつけるというパターンになっています、うんうん、はい。じゃあその言葉をつけたそこら辺からちょっとねお話をいただき、キャズお話を聞かせて Tell me a good story。 はい、この条件反射すごいね今ね、もう超自画自賛モード入ってます。なんか私のために読書で、ね、送り出してくれて本当にありがとうございます。一瞬何が始まった。そう私は迂闊でした ね、ちょっとね。いやいいですよ、大丈夫ですよ。はい、じゃあお願いします。私先月もそうなんですけれど、ギターの音色を聞きながらここのところずっとこう
流行っているというとおかしいですけれど、例えばそのヒルソングというあのグループからの歌であるとか、その前の流れとか、そういうようなものをなんとなく思い起こしていたんですけれど、今回このメロディーを最初に聞いた時、不思議なんですよね。こうなんかね、音が聞こえてきて、それでそこにこう言葉をはめ込んでいくわけですけれども、うん、独特なこう音の響きと言葉がこう出てくるというか、言葉が出てくるという感じがあるんですね。私であんまりこう悩んで詩を書くということではなくて、聞きながら出てくる言葉をちょっとこう捕まえるみたいな感じなんですけど、この歌の中には主に歌うひたすらという言葉と主に学ぶひたすらという言葉が出てきます。主に歌うひたすら、主に学ぶひたすら、実はこれあの礼拝ってこういうものなのだろうというイメージで詩を書きました。私は礼拝に集まって賛美を捧げ、礼拝に集まって御言葉を聞く。でも本当にこうひたすら主に向かって歌う、ひたすら主の御言葉をしっかり受け止める、あるいは学ぶ、そういう中に主はおられるのだという、それがこう深く味わえたら、それは礼拝となるのだろうと。ですから文字通りこの歌はこう礼拝ってこういうもんだよなというのを、自覚するための歌といいますか、そしてこれはまさに自分たちを励ます歌でもあり、一緒に集まっている一人一人を励ます歌でもあるわけですけれども、このメロディーに合わせてこの歌詞がこう備えられたといいますか、ということについては、私は何か時代を超えて何かこう、日本語の普段着賛美とか普段着賛美歌とか言われていますけれども、でもこれはおそらく言葉がもしきちんと訳されれば、あのおそらく世界中で歌われるべき歌になるんだろうなと思ったんですね。別にヒットするとかそういう意味ではなくて、これは本当に丁寧に言葉が英語に訳されたらそのまま英語で歌われる歌になるだろうし、世界中どこに行っても歌われるべき歌となるんだろうなという思いを込めてこの曲といいますか、この詩を書きました。命あるこのひととき、集い合うこのとき、主を褒める声を合わせて主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる賛美の中、命の主、今我らに生きる道を教える、御言葉は我が灯火、主に学ぶひたすら、いつも共に主はおられる心の中。礼拝に出かけていって、その賛美の中にその主が共にいてくださるということを深く味わう、礼拝に行って御言葉を聞きながら主は本当に私たちの心に深く語り、また心の中にいてくださる、そういうことをこう味わいながら、毎週毎週を丁寧に過ごすといいますか、一瞬一瞬を生きるというか、命あるこのひとときという表現を使いましたけれど、命ってやっぱり短いなと思うんですよね。ですからそういう中でこう賛美ができる時間があり、御言葉を一緒に共有できる時間がある、そのことを心から感謝しながらこういう歌を歌える、こういう歌を残して、こういう歌をこう本当にこう一緒に歌い合いながら、そうだよねってこう言える、そういう群れ、実はそれが教会なのだろうというふうに考えたんですね。ですからあのとてもノリのいいというか調子のいい、歌なわけですけれど、でもその中に調子のいい歌という意味では世界中の人が乗れる歌なんだと思いますけれど、でもその中にクリスチャンに共通する、クリスチャンであるからこそそうだよねって言える何かが読み込めたような感じがする歌になりました。ですからぜひこれ覚えてですね、それで一人で歌ってもいいし、友達と歌ってもいいし、でも本当にこうひたすら歌う、ひたすら学ぶというその姿勢を思い出しながら、生きていく、そういうそういう個人個人、そういう仲間であってほしいなと心から思っています。ですからひたすら主にというタイトルをつけたのは、ひたすら歌い、ひたすら、学ぶ、そして本当に丁寧に一日一日を生きる、それが私たちの、役目なのだろうというふうに感じたんですね。ぜひこの歌を覚えてお帰りいただきたいと思います。ありがとうございました。はい。
キャスの話は心にしみる。来月もよろしくね。ということで、ありがとうございます。まあ、礼拝でもあり、普段の生活の中の姿勢でもあるというか、そうですね。ここに主は共におられる賛美の中、本当に本当にそう思って、いやこれ小さいことじゃないです、本当に、そのことを覚えて歌いたいです、じゃあコーラスの稽古、西原悟先生にお願いいたしたいと思います。久しぶりにね、4世にしてみたですよ。一つずつ歌うと簡単なんですけど、みんなで歌うとどうなるか、まあ、そんな長くないのでね、ちょっとたまにはちょっとだけ難しいこと、達成感を味わえればと思いますが、まずは肝心のメロディーを、何度か歌って覚えましょう。いきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー。命あるこのひととき、集い合うこのとき、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる。賛美の中、2番歌ってみましょう。命の主、今我らに生きる道教える。御言葉は我が灯火、主に学ぶひたすら、いつも共に主はおられる。ありがとうございました。メロディー前半というか全体は簡単ですよね。一番最後ですか、これはどうでしょうかね、なんとなく取れてしまう、これリズムですね。チャンチャンチャンスチャン、うん、タッタッ、そこだけやってみましょうか。じゃあ一番の歌詞で賛美の中、ワン、ツー、スリー、賛美の中、あっちだね。じゃあ 2番の歌詞、ワン、ツー、スリー、フォー、心の中、素晴らしいですね。誰か絶対どっかでフライングしたりずれたりすると僕は踏んでたんですけども、これも割となんか、70年代あたりからね、ダンツダンダンツダンツダンツダンダンってなんかね、ビートルズにもありますし、なんかそういう時代を感じさせる感じがございますが、さあそれでは、何じゃあね、他のパートもちょっとじゃあ、アルトを歌ってみようという女性の方、どれぐらいいますか。誰もいない。一人、二人、三人。もう一人ぐらいか。じゃあ皆さんで付き合っていただいて、意外に、楽です。じゃあ最初からいきましょう。命ある、ワン、ツー。命あるこのひととき、集い合うこの時、
もうちょっと歯切れがいい方がね。たららあるこの、このひととき、集い合うこの時、繰り返しのところ、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる。ちょっと上がって、そうですね、後半、ここに共に主はおられる、賛美の中、賛美の美、あるいは心のロで、メロディーと合流します。んと美は同じ音、賛美の中、心の中、ワン、ツー、スリー、フォー、心の中ですね。はいはい、それではテノール歌ってみようという男性の方、あるいは低めの女性でもいいです。低めの女性が参加してくださってもいいです。確か低いところはそう、これだけしかないから音域はこれ、ワン、ツー、命あるこの人、あ、ここね、こう、命あると止めないで、あるっての、だらっと伸ばさないで、命あるこの、はい、そんな感じですね。ワン、ツー、命あるこのひととき、鋭いあるごめんなさい、間違えた。主に歌うひたすら、ワン、ツー、フォー、共に共に主はおられる、賛美の中、2番は心の中、はい、1回だけですが、まあちょっとどんどんやってみましょうね。バスもちょっと高めですけども、命ある、ここ同じ音頑張ってくださいね。テノールがこうぶつかります。はい、ワン、ツー、スリー、命あるこのひととき、集い合うこのとき、主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる、あ、間違えた、私は、ここに共に主はおられる、賛美の中、後半がちょっと、ね、ここにから行きましょうか。ワン、ツー、スリー、ここに共に主はおられる、賛美の中ですね、共に共にで戻ってくる、主はお
られる。はい、それでは、好きなとこ行きますか。でも一応は決め配分をざっと、メロディーを歌ってみようという方、メロディーは大事ですね。相当に数は必要です。少ない、あ、本当あると歌ってみようという人、お、結構増えちゃった。楽しそうだけど、はい、テノールだ。おお、テノール、テノール少ない。バースを歌ってみようという方、バース少ない、少ない。他の人、手挙げてない人はなんか私には関係ないから聞いてようかなっていう、それはちょっとね、ダメですからね。まあまあ、じゃあちょっとやってみましょうか。僕がじゃあ頑張ってテノールを、矢口さんもバスをお手伝いという感じで、どう、皆さんのどうメロディー、メロディーある。はい、じゃあ、ワン、ツー。命あるこのひととき、集い合うこのとき、主を褒め主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる。賛美の中、命の主今我らに生きる道教える。御言葉は罠ともし火、主に学ぶひたすら、いつも主はおられる。心の中、さあどうだったですか。よくわからない僕自分も歌ってるの、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、もう一度じゃあちょっとね、そうですね、分からないところが分からない方がいる。ちょっとじゃあ ゆっくりどういう風にハモってるかってね、これメロディね。命ある、あるとは命ある、テノール高いところ、命ある、でバスは下を、命ある、ワン、ツー、スリー。命ある、あ、いいね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 、 OK、 じゃあ次行きましょう。命ある、次からぶつかってるんですが、メロディーはこのひとときですよね。あるとはこのひと、テノールが命ある、下がってこのひととき、そうだね、そうだねですね。でバスはこのひととき、最初から続けていきましょう。ワン、ツー。命あるこのひととき、このまま行ってみましょうか。ワン、ツー。集い合うこのとき、主を褒める声。
さんですね、はい、さらにもう一度、休符をしっかり休むともっとかっこいいかもしれないね、ラララララうんララララララ二三四止める、うん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 止める。それではもう一度同じちょっと早めに、ちょっとだけ早めにしましょう。ワン、ツー、スリー。命あるこのひととき、集い合うこのとき、主を褒め早くして。じゃあ早いテンポ行きましょう。ワン、ツー、スリー。命あるこのひととき。集い合うこの時、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに共に主はおられる。命の主今我らに生きる道教える。御言葉は我が灯火、主に学ぶひたすら、いつも共に主はおられる。心の中、ここに共に主はおられる。賛美の中、どうしようかな、心の中、じゃあ最後にもう一回、賛美の中、賛美の中、はい、いい感じ、いい感じ、ね、みんなで、これは人数が多いとかなり良さそうですね。ね、あの映画みたいになりますね。映画みたいになる、あのかの映画みたいな感じになりそうですね。はい、それでは皆様お待ちかねの、歌声ペトラのリクエストコーナーということでございます。リクエストコーナー、何でも、この歌声ペトラの曲のリクエストをしてみんなでもう一度思い出して歌いましょうという、知らない曲でも結構でございます。知ってる曲は少ないんじゃないですか。まあね、あの全然知らないけど、あ、これちょっとどんな曲っていうんでも結構でございます。まずは会場の皆様から挙手で
勉強中でいない。はい。180番。あ、どんなんだっけ。テンポ一緒だから。十字架の上イエス様は許しの言葉叫ばれて神に許しを祈られました。救いはそこにあるのです。主イエスの十字架のただ中に。ワン、ツー、スリー。十字架の上イエス様は叫ばれて救いの道を作られました。希望はそこにあるのです。主イエスの十字架のただ希望はそこにあるのです。希望はそこにあるのです。主イエスの十字架のただ救いはそこにあるのです。救いはそこにあるのです。主イエスの十字架のただ中に。これもいい調子ですね。なんかね。いい調子ですね。あ、まあ、細かいことだけど。主イエスの十字架のだね。主の十字架の。その前に行っちゃいそうっていう感じね。はい。ね、じゃあユーストリームからリクエストありますか。179番。お、隣だ。主よ、私の心はあなたを慕い求めます。あなたに知られ、あなたに愛され、あなたに心満たされて生かされている喜びを心を込めて歌います。心を込めて歌います。2番。主よ、私の心はあなたを慕い求めます。あなたに祈り、あなたに許され、あなたの心知らされて生かされている喜びを心を込めて歌います。心を込めて歌います。じゃあ1番をもう一度歌いましょう。3、
に知られ、あなたに愛され、あなたに心満たされて、生かされている歌ですね。ね、今日ここに来てくださってる方から前もってリクエストいただいてますね。そうそうそう、私のところにメールをいただきました。歌声ペタラでリクエストしますという、はい、私のところにメールをよこしたというのですが、それはまた素晴らしいことだと思うんですけど、38番の控えの国、そうか、そういう方法もあるのかと言って前もってですね、うん、私のところに送られてるところもあるかもしれません、うん、大丈夫ね、50曲くらい止まっちゃったら困っちゃう、あ、ね、でもね、これ38番今日リクエストそうですね、はい1,2 暗闇の世界から光の国へ映されている、主イエスの皆により、罪の世界から愛の国へと映されている、主イエスの皆により、愛と光をこの身に受けながら、光の道進みゆこう。 2,1,2 暗闇の世界から光の国へ映されている、主イエスの皆により、罪の世界から愛の国へと映されている、主イエスの皆により、愛と光をこの身に受けながら、光の道進み、愛と光をこの身受けなら、ワン、ツー、愛と光をこの身に受けながら、光の道進み、もう一度、愛と光をこの身に受けながら、愛と光をこの身に受けながら、光の道進みゆこう。はい、はい、洒落た終わり方しましたね今ね、おしゃれにしましたね。もう一つあるんですね、これは作詞者の関根和夫先生がね、この歌ちょっと虐げられてねって、そういう感じのね、忘れられてねっていう、そういう感じの、そういう曲をリクエストコーナーを設けましょう。キャズリクエストのコーナー、今日は125番、125番、新しい日々にですね、これ難しい
しいことをあなたはもたらし新しい賛美あなたは励ます主よ繰り返すことのない新しい日々にあなたの恵みを頼む知りながらあなたを信じて生きられますようにいやもう一度うんうんスリー歌ですね。いいですね。こんな歌が、ですね、2007年の12月作ってる。2007年、はい。2007年だいぶ前ですね。新年に向けてっていう感じで。はい。もう一曲ぐらいリクエストできます。はい。ああ、どっちかな。じゃけん。93。93ですね。93は何ですか？ありのままに。ありのままのあなた。あれ？こっちの方が早いね。こっちの方が最初だよね。こっちの方が。注ぎます乾いた心満たします優しく強い神の愛で愛のままのあなたを今あるそのままで愛の心あなたに十字架のそのありのままのあなたありのままの
の愛を。はい、ありがとうございます。さっきお二人いたね、もう一曲歌います。7番。7番はね、毎回歌います。だから最後に歌いますから、そしたら92。ビクトリーインジーザス。次の仕事。彼は、ね、バンドマンなんですよ。これからお仕事をする。私を取り巻く暗闇の力、心の重荷、死の影の谷、主よあなたの皆を呼びます。蘇られた主イエスの皆を、Victory in Jesus, Victory in Jesus、 勝利は主イエスの皆にある。 Victory in Jesus, Victory in Jesus、 勝利は主イエスの皆にある。私を支える御言葉の力、命の光、復活の愛、主よあなたの皆を呼びます。蘇られた主イエスの皆を、 Victory in Jesus, Victory in Jesus、 勝利は主イエスの皆にある。 Victory in Jesus, Victory in Jesus、 勝利主イエスの ビクトリー in Jesus、 ビクトリー in Jesus、 ビクトリー in Jesus、 勝利は主イエスの皆にある。 ビクトリー in Jesus、 ビクトリー in Jesus、 勝利は主イエスの皆にある。勝利は主イエスの皆にある。本当に生活の中の本当に生きた言葉にしたいと思います。またもやテストの時が参りました。今月の新曲をもう一度覚えているかな。これで覚えて、お持ち帰りいただいて、みんなで歌っていただければと思います。あるこのひととき、すごいあるこのとき、主を褒める声合わせて、主に歌うひたすら、ここに共に主はおる。
主今我らに生きる道教える御言葉は我が灯火主に学ぶひたすらいつも1, 2 命あるこのひととき集い合うこのとき主を褒める声合わせて主に歌う主に学ぶひたすらいつも共に主はおられる心の中ここに共に主はおられるワン、ツーここに共に主はおられる良いですね、はい、今日もありがとうございました。いつも最後に歌ってる曲があります。 God bless you 7番です、4カ国語5カ国語4カ国語に訳されてます。どっちどっち4 5もっと訳されてます。もっとあります。はい、モンゴルとかモンゴルとかアフリカ語もある。あ、そうですか。はい、まあ、そうです。世界中で歌っていただきたいと思いますけど、 God bless you 祝福の歌です。なんか特別な人を思い浮かべて歌うとまたひとしおになります。 God bless you。God bless you 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と体とての営みが守られ支えられ喜び溢れるように私は祈ります。 God bless you。注がれますように。
もいつでも神様が共におられますように私は祈ります。 God be with you。God bless you, 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 God bless, God bless you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 .主に、そしてお互いに拍手して終わりましょう。いくつかお知らせがございます。ベックさん、はい、このデュオご案内。あ、そうですね、デュオプラスっていうんですけども、これは前ここ の, あのスタッフをしてくださっていた楠木昌司さんという方が始めたあのデュオプラスというで、私はプラスなんですけどもデュオプラス、あのプラスのプラスのとこが私で、3人ってこと、なんかちょっとコーラスをね、あのお手伝いしているという、そうなんです、まあ、付け足しなんですけど、あの、まあ、4月11日の土曜日 の, あの夕刻に三軒茶屋の赤ひげという、カフェライブ、あ、ライブカフェで、あの、まあ気楽なライブをやりますので、よろしかったら足を運んでくださいということです。はい、はい、それからこのトリオ、このトリオ誰だこれ、あの、私がやる、ジャズのトリオのツアー、去年アメージンググレースっていうアルバムね出しまして、皆さんにどんどん聞いて使っていただきたいんですけども、トラックとかにでも使っていただきたいんですけど、それの、まあ、あの賛美歌ばかりやるわけではありませんが、このライブツアーがございます。ユーストリームもあるんで、ざっと都市名を言いますとですね、横浜、西軽井沢、浜松、豊橋、名古屋、安城、高槻、鳥取、広島、出雲、大阪、小越、それから東京、南青山、そして熊谷、東京、代官山、そして東京、浜松町やります。どうぞ来てください。よろしくお願いいたします。それから歌声ペトラのスケジュールが、ここにありますけども、ですね、今4月までしか決まっておりません。その先をお知りになりたい方はすいません、歌声ペトラの、あ、決まってるんですね、さっき決まったらしい、さっき決まった、うん、4月はまず、21日です。で、まあ、5月までご紹介しておきますけど、19日、となっています。歌声ペトラというところで検索して していただくと、サイトも新しくなって綺麗になってね。あ、そうなんですか、はい、私すいませんでした。そこでスケジュール分かりますのでよろしくお願いいたします。綺麗になってます。ということで今日はどうもありがとうございました。あ、それから、後ろにですね、譜面が箱に入っています。今日の譜面と先月の譜面があります。それはお持ち帰りできますので、ぜひ、調子のいい2曲ですからね、ぜひ使っていただきたいと思います。わしづかみをしなくてもいいですけど、あと、和田先生の本や矢口さんの本、それから CD もございます。いろんなそれぞれの CD がございますので、ぜひ、見て触って買って帰るで、そういう順序になってますからね、ホップステップジャンプみたいな感じですけど、それから後ろに箱があって、屋根になぜか穴が開いてます。その穴は、あの、皆さんのお心を待っておりますので、一つよろしくお願いいたします。そうやって皆さんに支えられて、来ております。今日どうもありがとうございました。お話、関根和夫、ギター陽内誠、歌唱指導は西原悟さんでした。それから、でした、え、
でしたですね、で、ピア今ピアノ弾いてるベック由美子さん、それからロドルフ・スタイス、岩渕由美子さん、それから萩原豊さんです、司会市原康史、今日はどうもありがとうございました。